完封版チンブリガース、昨日と同じスコアで終了負け。今年がひどすぎて、岡だって結局運だけで優勝した感じか。ロッテも本当ジェットコースターみたいなチームだな。大型連勝してその後パタッと勝てなくなる。とりあえず岡田の次しっかり考えて候補探してくれ。ボンクラはあかんで。ノイジーは状態によるが先に上がりそう。通貨戻したくてたまらんのじゃないか。岡田はヤクルト真面目に強くね。何気に先発揃いつつあるし、リリーフも田淵帰ってきて役割固まりつつあるし、今岡も悪いんやろけどコーチは魔法使いちゃうからな。岡田ミーティングで言ってるのにな。じゃあベンチからサイン出せばってキンク。つーか打撃コーチを更迭せよ。解任に値するわ。調子が悪いのは仕方ないけど、阪神の野球が面白くないのが悲しい。優勝してもあんな面白くない野球してほしくないわとか去年打線で言われてたけど、今年は本気でそんな感じになってる。ロッテは阪神戦で出し切ったんだろうな。燃え尽きとる。大竹を2軍に落とす、坂本を2軍に落とす、それとも2人とも2軍に落とす。また負けたんか。ひょっとして交流戦ロッテと西武にしか勝ってなくない。別に4番中野でもええやろ。なんも変わらんけどな。1回ぐらい見たいわ。ご視聴ありがとうございました。